コーナーでは今日運命の一日のドキュメントをお伝えしたいと思います、はい。甲子園球場は今日朝7時から開門したそうなんで、すごかったですよね、盛り上がってみましたね。はい、ご覧いただきましょう、どうぞ。今日のゲームを見る限り本当にヤクルトのいいところばっかりが、映ったんですけれども、西本さん 見られてどうでした？そうですね、僕はね、はい、阪神の方がね、やっぱりこのところの低迷さがね、もうもろにこの試合に出てしまってですね、そしてその選手が割合若いでしょ、ちょっと若いとその自信のなさというかね、ぐらつきがね、もう随所に出てきてね、なんかこう一つバットスイングするにしてでもね、ヤクルトの方はね、1回目のヒットの2本なんかもね、2人ともマシンに当たってないのよ、当たってないけどもね、最後はねキッとこう振り切ってる、振り切ってるのよね、ところがヤクルト、阪神の方はね、ポーンと当たったままでね、あ、間違ったポイントだと思ってそのまま流してしまってるのよ、そういうところにね、その、なんていうか自信のなさというやつがね、顔を出してね、
厚かましさがないなというね、順調だなというそういう感じするのよね。やっぱ硬さっていうのがここへ来てすごく見えたんですけれどもね、うん、だからやっぱりね、僕は非常にまあ1年かかってね、はい、非常に阪神の方はいい体験をしたというそういう感じはするんだけれどもね、しかし、もったいない体験、まあそうですね、うん、まあ、僕もやっぱりあの予想はもう本当に B クラスっていう予想をしたわけですけれども、まあ言えばここまでよくやったなっていうねことが一番あの終わってみれば言いたいことですけれども、まあ、ここまで来たからには優勝もしてもらいたいなっていう気持ちもね、本当ね強かったんですけれどもね、こんなチャンスはね、めったにないんだからね、だから生かしてほしいとも思ったけれどもね、しかし僕はね、はい、もう一つ言わせてもらうのはね、はい、今の阪神の力でね、はい、優勝しちゃいけないのかなそういう感じもしたね。なるほどね、うん、まあ、そういう点ではあの2位で終わったっていうのは、まあ、来年もう一度頑張れということで、うん、よかったのかもわからないなという方に取ってもらいたいですね、阪神の方はね、期待したいところですね、はい、お知らせの後はヤクルト優勝回顧をお伝えします、はい。